負けないからね。遠慮はいらないよ。
チナ、気配は？まだ先だけど。下がって！コスモスの手の者か。なんだこの奴か。底知れない力、計りきれない。退屈しのぎに出向いてみれば、女子供のみとはな。まともにやったら勝ち目はない。ティナもいるし、ここはひとまず見逃してくれませんか。何？僕らの力はあなたには及びません。戦っても退屈しのぎにすらならないでしょう。なら他に強い相手を見つけた方が満足できるはずです。あなたが弱いものをいたぶる卑怯者なら話は別ですけど。無力なものを無に返してもまさに無意味か。よかろう、見逃してやろう。だが小僧、一つだけ教えてやる。優なき者にクリスタルを手にする資格はない。ちょろいもんだね。ま、やり合う羽目になっても適当にあしらって逃げるつもりだったけど、僕、勝てない相手とは戦わない主義なんだ。でも、いいのかな。いいって何が？なんだかわざと逃がしてくれたみたい。戦いを避けたあなたに助言めいたことまで。言うなき者って話のこと。勝てない相手と戦うのは勇気じゃない、単に無謀で無駄なだけだろ。ごめんなさい。でもだったらクリスタルを手に入れて証明するよ、僕が言うなき者じゃないって。行こう。まだ気配は感じるんだよね。この先よ。よし、